こんにちは、速稼塾の久保です。今日10月23日から私たちの町でもね、広島県福山市でも GoTo イートキャンペーンの引き換えが始まりました。こう事前にね、メールで申し込んでおいて、23日今日ですけども、ファミリーマートでチケットを引き換えに行ってまいりました。支払いが非常に簡単で、ファミポートっていう機械に行って、このメールに添付されたナンバーを打つと、そうするとレシートが出てくるんで、そのレシートをレジに持って行って、クレジットカードで私の場合は精算しました。あとね、なんか電子マネーとか、もちろん現金でも決済できるんですけども、私はクレジットカードがポイントがついていいかなと思いましたんで、決済させてもらって、こうやってね、2万円分のチケットが出てきました。1万6000円払って2万円分のチケットですから、非常に4000円お得だと、 20% のお得ですからね。この上で店舗でのポイント還元をいただいたりとかね、スタンプカードもらったりとか、なんかいろんなポイントがつくでしょ、今飲食店行ったら。で、何よりもね、ずっと不況だった飲食店に貢献できるのが嬉しいなと思います。で、私これからね、これをまあいっぱい買おうかと思いますね。今とりあえず2万円買ったんですけども、これから手続きして、あとね、これを5セット10万円分買って、あれでしょ、8万円で10万円分買えるわけでしょ。で、2万円浮くじゃないですか。今日1日の作業で2万円浮くんで、2万円儲かると言ってもいいかなと思います。あとはチケットは、取引先の方とかね、お得意様と通常通りのお食事会とかミーティングの時にこれ使えばいいんで、完全にもう今月中には消化できるかなと思いますんで、毎月毎月10万円分ぐらいね、これ経費で使えたらありがたいですよね、ということで行ってきました。今日からね、 GoTo イートキャンペーンしっかりと使わせていただきます。そしてね、本当にここは大好きな店なんだけど、しばらくお客さん入ってないだろうな、店に、そういうところに中心に行かせてもらおうかと思いますので、あなたのお店に行くかもしれません。お待ちしておう。それでは失礼します。はい、隠居5年目速稼塾の久保でございます。まあ、私のね、動画ではお金にまつわる、お金の問題解決にまつわる動画を中心にお送りしております。私のね、日常の動画とかもお送りしてますんで、まあなんせね、隠居暮らしをしたらこうなるぞみたいなところをいろんな場面切り取っていこうかと思いますので、皆様ね、気に入っていただけましたら幸いでございます。特にチャンネル登録を増やしましょうっていうふうな呼びかけではないですから、まあ、ゆるく見ていただける方ね、それからまあ、隠居っていうのはどういうふうにやったらいいのかな、隠居になったらどういうふうに暮らしが変わるのかなっていうことをね、興味ある方は見ていただければと思います。48歳、45歳から隠居してましてね、隠居ってのは本当にね、毎日朝起きた時に今日することを決めるみたいな感じで、次の日にね、まあ、遺恨を残さないみたいな感じですかね。で、家族と過ごす時間もむちゃくちゃ増えます。それがね、だから家族と過ごすことだけが人生なのかなと思うぐらい、家族と一緒に過ごす時間は増えますね。だから世間知らずになりますね。世間と関わって何かやってるわけではないですし、もちろん仕事も行ってませんし、その通勤もしてませんからね。ただまあ、お金に関わらなくても、お金の方から関わってきますね。まあ、納税ってのはコンスタントに毎日のようにいろんなものが来ますね。不思議ですね、まあ。まあ、ということで、今日もね、動画をご覧いただきましてありがとうございました。じゃあ、おまけコーナーでした。失礼します。